サイズ2アミー量は2007年7月にセガから発売されたメダルゲームである。アミー量の続編でありシステムの改善や新ゲームの追加が行われた。前作のアミー量と操作方法は変わらないが、通常時におけるスロットが廃止され、すべてのボーナスが捕獲直後に発生するようになった。また、新ゲームやシステムの追加により、 大量メダルを獲得できるチャンスが広がった。また、プレイ人数は1から12人となり席は6席ある。それぞれのサテライトには2つのダイヤルがついており、回すことによって網を投げる方向を変える。メダルを入れると向いた方向に1回もを投げる。その中に魚が入れば捕獲となり、漁獲量がアップする。大型魚の場合は何回か当てなければ捕獲できないが、漁獲量も その分多く加算される。この時漁獲量ではなく、メダルなどのボーナスを獲得する場合もある。なお連続捕獲するなどの役を達成した場合、漁獲ボーナスが加算される。漁獲量1 0 0ラムごとに大量スロットに挑戦できる。ここでは、ジャックポットへのステップとなるパールを獲得することができる。ただし5 0 0ラムと1トンの場合は、内容の異なる劇。 大量スロットに挑戦できる。パールを10個獲得すると、ジャックポットチャンスへ進む。ボールによる抽選が行われ、指定した場所に入れば、エクストラジャックポットチャンスに発展する。これらを繰り返し行う。魚を捕獲すると、通常は漁獲量が増えるのみだが時々以下のようなボーナスが発生することがある。メダル3枚、5枚以外のボーナスが発生する場合は、 必ず電撃が発生し予告される。メダル3枚その場で、メダル3枚払い出しメダル5枚その場で、メダル5枚払い出しメダル10枚その場で、メダル10枚払い出し、ダブルアップチャレンジその時点で15枚獲得の権利を手にするが、ダブルアップして増やすかその枚数を獲得するかを選択する。チャレンジを選んだ場合は、ダブルアップゲームに挑む。二匹のカニのうち一匹は二倍のプレート。 もう一匹は霊媒のプレートを持っているのでどちらかを選択する。2倍を選べば配当金が2倍になるが霊媒を選んだ場合その時点で終了。配当はなしとなる。1回成功するたびに続けるかやめるかを選択可能。最高で6回連続成功960枚まで増やすことも可能。メダルクリオネ自分のエリアにメダルクリオネが発生し、 網を当てることでメダルを得ることができる。1回につき3枚から10枚の配当。最低15枚の配当。ちなみに、イベントに入ったり大量スロットに入ったり他のサテが、JPC 確定になると逃げてしまうので注意。メダルクラゲ自分のエリアに、メダルクラゲが発生し、クラゲに当てると5枚の配当かクラゲが分裂する。最低70枚。 運が良ければ500枚以上の配当も見込める。稀に巨大クラゲが登場する場合があり、一定の回数を当てることで当てた回数5枚を獲得できる。なおメダルクラゲ出現中は、他の魚は出現しない。なお、クリオネと異なり、他のサテで JPC が確定してもクラゲは消えないので、安心して良い。V チャンス VV チャンス課題が提示され、成功すると、 V チャンスは30枚、VV チャンスは50枚獲得となる。課題は、魚の漢字読みや生態といった、知識系から一発捕獲などといった、技術系などがある。また、VV チャンスの方が難易度が高い。漁獲口が1 0 0ラム達成するたびに、大量スロットに突入する。大量スロットの流れ箱フグが10匹登場するので、捕獲していく。 捕獲するほどやる気が上がり、スロット当選率や高ランクのデメが出やすくなる。すべて捕獲すると必ず何らかのデメが揃う。スロットのデメが揃った場合は、パールチャレンジとなる。パール、またはコインが回の中に入りシャッフルされるので目で、追いかけた後一つの回を選択し回の中身を獲得する。一回の大量スロットで3ラウンド行う。 途中で10個パールが集まり JP チャンスになった場合は終了後残りのラウンドを行う。デメと内容高ランクほどシャッフルの難易度が上がり、プラチナでは視認できないほど難易度を増している。ブラックパールシルバーチャレンジ以上で登場するブラックパールを獲得すると中身が割れその中にあるアイテムを獲得する。中身はメダル5枚、50枚、100枚、パール1個、4個、6個。 8個、10個。また JP チャンス終了後もブラックパールを獲得できる。この時は必ずパールが入っている。劇。大量スロット類計魚格好が5 0 0ラムか1トンに達すると劇。大量スロットとなり、1ラウンド限りのスペシャルスロットに挑戦する。通常の箱フグの代わりに出現するメタルフグを捕獲することで、やる気が上がり。 JP や XJP の当選率が上がる。スロットはメダル20枚、50枚、70枚、100枚、JP、XJP となり、止まった目のメダルや権利を獲得する。ただしメタルフグを1匹も捕獲しなかった場合は何も獲得できない。パールを10個獲得する過激。大量スロットで JP が当選すると、JP チャンスとなり、通常フィールドのスクリーンがオープンし、 クルーン抽選機構が現れる。クルーンが回転し、入ったところの枚数を獲得。EX に入れば、XJ ップチャンスに進むことができる。穴は6箇所あり、初期状態では100枚が3箇所、150枚が2箇所。またアイテムがなくても、XJ ップのポケットが増える場合もある。すべて XJ ップに変化した場合はその時点で、XJ ップチャンスに進む。 玉手箱 JP チャンス、または、x j p チャンス中はフィールドをタイが回っており1匹、捕獲することで玉手箱を1つ手に入れることができる。タイは、耐久力が高いが、点滅しているものは1回当てることで捕獲できる。また JP チャンスでは、竜宮の使い、x j p チャンスではカメも回っており、捕獲することで、竜宮の使いは2個、カメは10個獲得できる。 JP チャンス終了後開封し中に入っていたメダルを獲得する。また EX アイテムが入っている場合もあり、獲得すると JP チャンスで XJP のポケットが増える。貯めて次回以降の JPC に回すことも可能。EX アイテムは最大5つまで保持可能。JP チャンスで XJP の穴に入ると XJP チャンスへ進む。 スロットで挑戦するゲームが決められた後クルーンを使い、配当を決定する。また激、ケ大量スロットで XJEP が当選した場合は、直接、XJEP チャンスに挑戦する。配当によって、XJEP 終了時に打ち上げられる花火の量が変化し、高配当になればなるほど、大量の花火が打ち上げられる。逆に、配当が100枚未満だと一発も上げられずに、 スクリーンが閉じる。シンプル1150枚の穴が5つ。1000枚の穴が1つ。特別ルールなしの、まさにシンプルなジャックポット。期待値は低めだが、最低150枚は、XJEP でも高い方に属し、さらに高い確率で1000枚を手に入れられる。XJEP、レンチャンアリーナ100、150、200枚の穴が2つずつ。またフィールドの半分が、 レンチャンゾーンと確定ゾーンに分かれる。穴に入った枚数を獲得できるが、その際確定ゾーン内で止まればその時点の枚数で配当が決定。レンチャンゾーン内で止まれば獲得した枚数が積み立てられもう一度抽選となる。獲得枚数が1000枚を超えるとレンチャンゾーンが消滅し、ラストゲームとなる。最大枚数は1 3 5十枚。バイ,バイチャレンジ二百0枚。 300枚、2倍の穴が2つずつあり、枚数の穴に入れば、枚数その時点の倍率分の配当を獲得。倍率の穴に入れば、配当の倍率がアップする。倍率は1倍から始まり1回入るごとに1倍、2倍、3倍、4倍、5倍と上がり、5倍に入った後は2つの穴が、それぞれ200枚と300枚に変化し、最後の抽選を行う。 1000枚以上の配当は難しいが、最低200枚は全 XJ ップの中で最高枚数。天国と地獄100枚と200枚の穴が3つずつ。ゾーンは天国ゾーンと地獄ゾーンに半分ずつ分かれている。入った枚数止まったゾーンの倍率が配当となるが、天国ゾーンで止まれば、配当は10倍。しかし、地獄ゾーンで止まれば、 配当は0.5倍という非常にハイリスクハイリターン、ナイクスジェープ。6のクラウト最初は50枚の穴が1つとアップの穴が5つの状態からスタート。枚数の穴に入ればその時点の配当を獲得。アップに入れば枚数が2倍になり、入った穴が配当のマスになる。配当は50、100、200、400、800、1600と上がり、ラストは1600の穴5つと2000の穴1つという、 夢のような状態になるが、その確率は1%ほど。期待値は252枚と、全 XJEP の中で一番低い。3ステップチャレンジルールは、売買チャレンジと同じだが、穴の内容と倍率の上がり方が異なる。穴は100枚が3つ、300枚が2つ、3倍が1つである。売買チャレンジと同様に、倍率の穴に入れば、配当の倍率がアップする。 一回入るたびに1倍、3倍、6倍、9倍、12倍と上がり、ラストは300枚に変化し最後の抽選を行う。運が良ければ、XJP 内で2番目に大きい3600枚の配当を手に入れられるが、その確率は0.1%以下。期待値は258枚と、6ノックアウトに次いで低い。ピュア600、100枚から100枚刻みで600枚までの、 穴が一つずつというシンプルな構成。最高でも600枚と XJ ップの中では一番少ないが、その分波が荒くなく安定した配当となる。これは放出器によく出る。劇。天国と地獄ルールは天国と地獄と同じだが、ゾーンが劇。天国ゾーンと劇。地獄ゾーンになり、劇。天国ゾーンに止まれば20倍の配当。しかし、劇。 地獄ゾーンに止まると0.1倍の配当になってしまう。最高4000枚という通話未了最高配当が期待できる反面、最悪10枚という小当たりにすら及ばない配当になる可能性も秘めており、超ハイリスクハイリターンのまさに天国と地獄の x j ップ。期待値は1507枚と全イグス j ップの中で最高枚数を誇るが抽選される確率は非常に低い。 最低3つのサテライトがプレイしている状態で発生する。イベント発生時に稼働していたサテライトのみ参加でき、それ以外のサテライトはメダルの投入自体ができなくなる。ゲームの勝者には賞金が与えられる。漁獲量競争以外のイベントにはキャリーオーバーが存在し、巨大魚、高速魚において誰も賞金を獲得できなかった場合、次回の賞金は100枚増加する。 巨大魚退治前作でも登場したイベントであるが、今作では、巨大魚に網を当てるだけで1回あたり2枚獲得できる。また賞金は、最後に網を当てたサテライトが獲得できる。魚獲量競争画面上に大型魚の大群が出現するので、それを捕獲する。基本的には、JP チャンスのイと同様に、光っている魚に網を当てることで捕獲できるが、ボム魚に網を当てると、 光っていない魚を含め、周囲の魚を一度に捕獲できる。通常ゲームと同様、捕獲することで、漁獲量が加算され、一定時間経過した時に最も多く獲得した、サテライトに180枚、2位に60枚が支払われる。本イベントに限り賞金は固定である。高速、魚打て画面上に一匹だけ出現する高速、魚、一発で仕留めることで賞金が獲得できる。 一発で仕留められなかった場合、そのサテライトは獲得の権利を失う。時間の経過とともに動きは遅くなるが、動きが不規則のため、捕獲は非常に難しい。海ウ馬ウレース海ウ馬ウによる周回レースで発周するとゴールである。海ウ馬ウは網を当てることで加速する。海ウ馬ウの色は、サテライトの色に対応しており、同じ色の海ウ馬ウが最初にゴールすると賞金を。 獲得できる。ありがとうございます。